の興行収入が前作より下回った最大の原因は藤子がエロくないからじゃないかなと思ってますじゃないとね、説明がつかないから面白いんだもんあれあの映画なんでこれ売れないんだろうって思うんですよね。ただあのこれ、宮崎監督の、コメントとして、あのカリオソの城はすごく面白いんですけど、でもあのちょっと見方を変えるとこう宮崎アニメでいつもやってることなんですあれ、はい、なのであの本人も言ってるんですけど、あの今までやってきたことの大棚ざらえだと、うん、今までやってきたこと の, あの良くも悪くも集大成なんですよね、はい、だから本当に良くも悪くもなんですよ、はい、あのいい意味で言えば面白いんですよ、とにかく面白いんです、はい、動きから何からもう生理的に気持ちいいアニメーションなんですよ、うん、であの個人的に好きなのがあの序盤の車に乗って追ってから逃げる花嫁クラリスを助けるっていうのカーチェイスのシーンがあって、でスティーブン・スピルバーグが映画史上最も優れたカーチェイスだって言ったっていうくらい数が高いカーチェイスなんだけど、でその後にクラリスが落っこちるのをあのルパンが助けて、でルパンがあの、腕からワイヤーを出して、あの崖から落っこちた時にワイヤーを出して枝に引っ掛けて、であの事なきを得て、であのベルトのバックルと連動してますから、うん、そこからあのちっちゃいこうあのハンドルをくるくる回して、うん、あの無事に下に降りるっていう、まあ、そういうシーンがあるんですよね。でそのシーンとかでもあのバックルにギミックが入ってて、でハンドルを回すんですけど、そのバックルの大きさに合わせたハンドルの回し方ちゃんとしてるわけでしょ。細かいですね。そう、意外と細かいんですよ、でそういったあの宮崎監督のアニメーションの特徴として、そういった細かいあのこういった現象に対してはこういうことが起こりうるはずだ、はい、っていう風なのをあのファンタジーなんだけど、はい、妙なリアリズムがちゃんとあるんです。だから気持ちよく見れるんですよ。なるほど。なんかおかしな、なんかアニメーションで誇張されておかしなシーンなんだけど、はい、なんとなくそれっぽいよねっていうのが、はい、なんかなあのアニメーションとして説得力があるっていうんですかね、うんうんうん、でだそういう風なのがちゃんと描かれてたりとかする、だから面白いアニメーションなんです、はい、でもその話の展開とか見せ方とか、うん、あのそういったものっていうのは今まで宮崎監督がやってきたことなんですよね、うんうんうん、いい意味で、うん、で悪い意味でもそうなんですよ。だから新しいことやってないっていう話になっちゃうんですよね、うんうん、だからすごくあの模範的な、だから、なんだっけな、実際業界人の中での評価ってやっぱすごい高くて、当時からやっぱものすごい高かったらしいんですけど、はいはい、であのまあ、宮崎駿監督っていうのはあの何でもできちゃう人なんですよね、おそらく音楽以外のこと何でもできるんですよ、アニメーションを作る上で、はい、あの絵を描くアニメーターとしてズバ抜けてるんですよね、はい、でそうアニメーターとして、で他にレジェンドと呼ばれるアニメーターってやっぱいっぱいいるんですけど、その中でも引けを取らないアニメーターなんです宮崎駿っていう人は。で自分で絵も描けるし、はい、であの原画ってあのアニメーションの制作、あこの話するとちょっとすごく長くなっちゃうんで端折りますけど、ね、あの押井守監督、国家機動隊とか、はい、あのパトレーバーシリーズの監督やって、はい、押井守監督が、まあ、あの宮崎駿監督、まあ、ある種同期で仲いいんですよね、あのお互いの作品はものすごくケチョケチョけなしちゃってるんですけど、すごい仲いいんですよあの二人、でその押井守監督があの評する宮崎駿っていうのは、あの人はやっぱ天才なんだと、であの人はその軍曹、将軍軍曹型の人なんだと、うんうん、部隊を率いる将軍っていうのが軍曹みたいな立場で、あの現場の兵士たちと一緒にワイワイやる、うん、現場に入り込んでやっちゃうタイプ、でそれであの他のでそれはこうスタッフとの距離がすごく近くなるっていうメリットと、デメリットはあの天才である自分と同じものを周りに求めるっていうことなんですよね、うん、あのそのオシム監督が言ってたその宮崎駿のエピソードのちょっと面白い話の一個として、うん、俺が3人いればこんなの全部片付くのにって言ったって話があるんですって、うん、だからその他のスタッフに任せてると全然進まない作業が、うん、自分が3人いれば全部片付くのにみたいな、うん、なんかそういうところがあって、だからあの人の下で人が育たれてよく言われるんですよ、うんうん、で押井守監督はあの将軍参謀型なんですね、自分は何もできないから、はい、みんなが上げてきたものに対して交換もっとこうしよう、もっとこうしよう、指示を出して、はい、完成度を高めていくっていうタイプ、うんうん、だどっちが良い悪いじゃないんでしょうけどね、すみません全力で脱線しましたけどあの宮崎駿監督はそういった優れたアニメーターであり、はい、であので庵野秀明監督が言うのはそのアニメーターとしてレジェンドがいっぱいいる、で本人も、ね、あの庵野監督も優れたアニメーターですから、うん、爆発かかしたら右に出る者はいないって言われたぐらい、うん、あの爆発とメカは特に、まあ、人間が下手なんですけどね、自分で言ってるんですけど、であのそういった中で宮崎駿があの一番すごいところはレイアウト力だっつってる、レイアウト力、はい、あの画面構成、は
あの一つの画面の中の人物配置とか、はい、その、カメラの位置を決めるっていうんですかね、はい、あのちょっと斜めからとか引いてるとか、あの背景がこう重なり合うとか、はい、でこの角度から人が入ってきて、はい、でこの角度で人がはけていくが、あのより臨場感があるとか、はい、よりこう感覚的に気持ちいいとか、はい、なんかそういったものを配置するレイアウト力、レイアウターとして世界一なんだと。だからあのカリオストロの城もそのレイアウトとかそういったあのアニメーションを見せる、はい、演出とかそのレイアウトとか、はい、そういったアニメーションを見せるっていう部分での教科書って言われるくらい、はい、当時はものすごい評価が高いし、うん、完成度が高い、うん、でそういったの中で作られるんで、カーチェイスが映画史上最も優れてるカーチェイスっていう評価に多分なってるんですよね。でそういう風なところがあの随所に、まあ、垣間見れるっていう、そのちょっと専門的な見方もできてしまうアニメーションなんですね、うん、でそういうの関係なく取っ払って娯楽作品としても非常に楽しいんです、あれは、はい、もう気持ちいいアニメーションとして構成されてるんで、うん、で改めて見るとあのカリオストロの城ってシナリオも非常になんかよくできてて、はい、あの展開が全部偶然なんですよね。うん、何かとその物語、そのエピソードとエピソード、要素と要素をつなぐのが基本的に全部偶然なんですよ、うん、たまたま見つけたとか、たまたま出会ったとか、うん、たまたまあの拾ったとか、うん、なんかそういったものでなんかね話がずっとつながってってるんですよ、はい、だからあのでその中で無理なくちゃんと設定とか伏線とか過去の話とかがなんかつながるようになってるんですよね、うん、だからこう見ててあれ不思議なんですよね、引き込まれるんですよ、はい、なんとなくなんかこう次こうなるんだああなるんだろうみたいな、そういうなんかね余計なことをあんまり考えずにこう、ねはい、自然と見れてしまうっていう、そういうやっぱ魅力があるなと思いますね。でカリオストロの城 の面白い面白くないとか、どの部分か面白いみたいなのはもうとにかくね見れば分かりますからそこに関してはあえて、あの話はしないですけど、はい、あの個人的にあのカリオストロの城の見どころは、さっきも言いましたけど、そのテレビから映画に移行しつつある宮崎駿が見れるってことなんです。一番の魅力はな、カリオストロの城はちょっとねテレビっぽさがあるんですよ、やっぱり、はい、一番最初のシーンとか、あの一番最初ルパンと次元が、うん、その国営カジノから50億を、うん、あの盗み出して逃げるっていうシーンからも始まるんですよね、うん、でその辺のところからなんかあの、走って逃げるとか、その追っ手の車がポンコツになってるとかっていう仕込みを実は入れてましたみたいなとか、うん、そういったあの細かいシーンがあるんですけど、うん、そういったのってなんかねテレビっぽいんですよ、テレビのルパンでやってたような感じなんですよね、うんうん、でそういった演出のところとか、あの効果音の入れ方とかが、その後年のジブリ作品、うん、宮崎アニメとはちょっとねやっぱ違うんですよね、うん、なんかそのテレビっぽさみたいなのがあって、そこからあの映画のとして見せていくっていう風なのの今そのまさに狭間にいるみたいな時に作られた映画なんだろうなっていうのがありますよね。でそのカリオストロの城があって、であの風の谷のナウシカを作って、はい、でジブリが作られてラピュタっていう流れがあるわけですから、うん、でナウシカからもうナウシカはもう完全にもう映画なんです、あれは、うん、テレビっぽさって実はもうないんですよね、うん、でもカリオストロの城はあの良くも悪くもまたテレビっぽさがある、うん、でそれはもう多分あの実際しょうがないですよね、さっきも言いましたけど、うん、その宮崎駿フィーバーなんですよあの時期って、はい、アニメ業界的にその前後数年って、はい、もう何かと宮崎駿が何かに絡んでるんですよね。あの名探偵ホームズっていう、うん、あのいわゆるホームズですよね、シャーロック・ホームズの、はい、キャラクターが全部犬っていうなんかよくわからない世界観でやってた、うん、あの名探偵ホームズってアニメがあったの、あれもあの宮崎監督が演出で絡んでるんですよ。で実はあのアニメーションってその宮崎監督が担当したやつだけを集めて劇場公開してるんです、うん宮崎監督が監督担当、うん、演出担当として、うん、あの演出って名前がついてることは監督ってことなんですけど、うん、テレビアニメーションで、うん、でその監督として担当した3本のやつがあって、うん、あのでこれのダイジェストがオープニングで使われてるんですよ、うん、オープニングの歌で、はい、でそのシーンが流れるんですよ。だから、うん、あの名探偵本部の一番面白いのはオープニングなんですよ、うん、アニメーションとして面白いシーンをオープニングで全部まとめちゃってるって、はい、動きがあるとか、うん、その塀の上を走るとか宮崎アニメでよくありがちな、はい、あの塀の上を走るとか、はい、その集団がドドドドっていって橋がドコンで崩れるとか、はいはい、あなんかみんなが捕まってるのがズルズルズルって引きずられるとか、うん、なんかそういったアニメーションのこう気持ちいいところ、うん、飛んでる飛行機をこうなんか飛び移ったりとかこう空中を泳いでなんか飛び移るとか宮崎アニメでよくあるシーンじゃない、はい、
っていうのがね全部入ってるんですよ、はい、名探偵ホームズオープニングに、はい、だから名探偵ホームズで一番面白いのはあのこのエピソードじゃないオープニングなんですまあそれいいとしてですね、はい、いずれにしてもそのカリオストロの城はその宮崎駿監督の、うん、そのテレビの演出家として、うんうん、テレビの演出家としての宮崎駿から、うん、映画監督としての宮崎駿へ の、うん、その切り替えのタイミングで映画、うん、あの作られた、そのテレビアニメの演出家としての宮崎駿の集大成、うん、はい、でだからカリオストロの城で描かれてるあの要素ってそのルパン三世で描きたい描かれるべきものっていうのが全部入ってるのさ、うん、いわゆるお宝をこう、うん、怪盗ルパンの活躍によってそのお宝を手に入れる、はい、であのヒロインとしてのあヒロインクラリスと の、うん、あのちょっとロマンス的なものがあったりとか、うん、で銭形との対決と友情とか、うん、で、うん、あのあ敵役、はい、でいたらもう怪盗泥棒ルパンですから、はい、とその、欲に迷惑くらんだ伯爵との対決、うん、悪人対悪人なんですよ、うん、まあ、そこがダンディズムになるんですけど、うん、そういったものがちゃんと、ね、全部入ってるんですよね。で、あのお宝の価値っていうのも結局あの歴史的な背景とかあの宝石にしてもないしも歴史的な背景があったりとか、うん、なんかそういったもので希少価値があるんでお宝になるわけじゃないですか、うんうんうん、でルパン三世カリオストロの城で最終的に出てくるお宝っていうのは、うん、あの遺跡なんですよね、うん、あのローマの町がそう湖に沈んでて、はい、でそれが現れてだいわゆる人類の宝なんですよ。あのこれは俺の懐には大きすぎだみたいな感じでルパンは言うんですけど、うんうんうん、だそういったものとか で、 あので最後の最後にそのこうクラリスとに別れを告げて去っていくルパンでそれを追っかける銭形、はい、でそれ銭形が言うあのすごく有名なセリフがあるんですよね、うん、あのやつはとんでもないものを盗んでいきました、はい、いやあの方は何も盗んでいかなかったわ、いやあいつはとんでもないものを盗んでいきましたあなたの心ですっ て、 つって去っていくっていう、まあ、シーンがあるんで、これはまあ何かとこうなんかパロディーとかなんか使われたりするんですよね、うんうんうん、でそういう、まあ、有名なシーンがあるんですけど、だからあの人類の宝っていう風な、うん、そのいわゆる、物質的なお宝としての最高峰、うん、人類の宝としての遺跡、うん、そして痛いけどヒロインの純粋な恋心、うん、人の心を盗むみたいな、うん、っていう風なところとか、そういったそのルパンで描かれてほしいものとかルパンにこう見る人が求めるであろう要素っていうのがやっぱ全部入ってるんですよね、うん、なのであの映画の最後ってカンで終わってるんですよ終わりとかじゃないんですよね、カンなんですよ、だから宮崎監督も多分ねあのルパンも書くあのやる気全くなかったんだと思うんだ実際第3弾の話もあったんですって、そのルパン対不正人間が第1弾として、はい、カリオストロは第2弾という位置づけだったんですって、はいはい、当時はで、うん、第3弾の話があったんですって、でもそれはあの宮崎監督が実は押井守監督に丸投げしてて、うん、でポシャったらしいんですけど、あの結果的にはなんかまあそういうだ多分おそらくあの宮崎監督の中でルパンをテレビもずっとやってて、うん、でそういったものからこう自分としてルパン三世としての取り組みはもうこれで終わりみたいな、はい、やるべきことは全部やりましたみたいな感じなのかなとは思いますね、うん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 、でその上で天空の城ラピュタがあるんですけど、はい、これはまあ、別の動画でも話したりしましたけど、うん、ナウシカはやりたいことをやったんですよね、はい、でラピュタはやるべきことをやったんです。おやるべきことをやったっていうのは面白い映画っていうのはこうなんだって冒険活劇の集大成、はい、だからラピュタを見てカリオストロの城を見るとちょっとねラピュタっぽいって感じるはずなんです。でカリオストロの城を見てからラピュタを見るとカリオストロの城っぽいと思うんですよ。あなるほど。宮崎監督のその冒険活劇っていう要素が、うん、こう両方あるんですよね。で、うん、カリオストロの城はやっぱルパン三世ってキャラクター性で、うん、が軸にありますから、うん、世界観で。でラピュタっていうのは天空の城ラピュタをめぐる少年少女とみんなの、それを取り巻く人たちの話になってて、うん、で構造としては未来少年コナンに近いんですよね、うん、で結構どっちも宮崎監督のやりたいことなんですよ。こう面白い、宮崎監督が面白いっていう形で提供するされるも、うん、構造なんですよね、どっちにしても。なので天空の城ラピュタは宮崎監督が面白いと思う、みんなが面白いと思うであろうやり方を全部踏襲して作られたんで完成度が非常に高い、はい、なので面白いんですよ。それ以降それくらい分かりやすくやってないっていう、まあ、ことがあって、ルパン三世もそういったので宮崎監督の中でのルパン三世っていうのをきれいにやりたいことを全部やったとか、ルパン三世としてやるべきことを全部やって、だからカンで終わってんのかなってちょっと思っちゃいましたね。
だからルパン三世カリオスの城っていうのはなんかテレビアニメの演出家から、あの映画監督へのその脱皮をしようとしてる、その狭間が見れるっていうか、はい、っていうところなので、だから映画監督それ宮崎監督の原点として見る分には本当に面白いんじゃないかな、あのそういった見方もできるんじゃないかなと。単純に娯楽映画としてもやっぱり面白いですし、でそうなんですよね、細かいシーンとかで上げ出したらやっぱりここがここがとかってやっぱ言いたくなるような、やっぱそれぞれの単純なこう見せるだけじゃなくて、こう裏がとかそうバックボーンみたいなのがちゃんと垣間見れるように作られてるんですよね。まあちょっとある程度アナログ的な記号化された部分ももちろんね多々あるんですけど、まあ、そういった風なベースの部分がちゃんとあるの でそういうのを踏まえて、その宮崎監督の原点を感じれる、まあ、映画でもあるので、ここに藤子ちゃんのエロさが加わったほど最強になるんじゃないかっていう本当それだけは別の意味でのエロさはテレビシリーズの、ルパン三世のエピソードであるんですよね、はい、実はその藤子ちゃんが前編下半身すっぽんぽんっていうエピソードがあるんですよ、それ宮崎監督が演出で担当してるんですよね、もちろんちゃんとじゃないわお尻がちらっと見えるくらいの、そういうのはあるんですけど、一応設定上は下半身すっぽんぽんなんですよ前編藤子ちゃんがでもそういったエロさみたいなのが全くないんですよねだからこそ宮崎監督のアニメっていうのは一般化されたんだと思うんですけどね、その過剰なエロさみたいな、でそれ の真逆の手法で一部のオタクの心をがっつり掴んで離さないのが富野義行監督ですね。なんすかガンダムの監督です。ガンダムシリーズっていうのは富野義行監督 の性癖がもうすごいにじみ出てるので、一時エロいんですよ。エロスがちゃんと入ってるんで、るだから男性の支持率はすごい高いんです。でも女性の支持率はあんまり高くないんですよね、ジブリほど。そこはもう明確なエロの差であると。まあちょっと今日はこのルパンをこう前編後編でもう長尺でこれやっていただきましたけどタブですごい余計なこといっぱい喋ってる。いやいや、もうちょっと前編もぜひ見てほしいですねこれは。まあ一応そんな感じで、ということで、締まらないな締めが思いつかないもうてかね、まだ喋ろうとしてますからもうええやろみたいな、ね、これ以上喋ると多分ね、あんま面白くないんで、私の気持ちいいだけなんで、ね、まあそういうことで、ルパン三世カリオストロの城は大変に面白いので、そうなんか、モンキーパンチが監督したデッドアライブが面白くないとかそういう余計な話も言いそうになってるんですけどそれはもうとりあえず置いといて、今日は話すのはあくまでカリオストロの話ですからということで、すごく映画、すごく好きな映画、ルパン三世カリオストロの城でした。ありがとうございました。